紀元前4000年期のヨーロッパ。ヤムナ文化は焦げ茶色。金石平洋時代から同期時代にかけてのヨーロッパ。ヤムナ文化は黄色の地域。ヤムナ文化は紀元前3600年頃から紀元前2200年頃にかけてドナウ川とウラル山脈の間の広大な地域にわたって存在した同期時代の文化圏。中心地はウクライナ。 住居の証拠者はほとんど見つかっておらず、またそういった住居の多くは遊牧民の野営の跡である。しかし石積みの鳥ではたくさん見つかっており、ある場所では2メートルもの高さの城壁が三角形の村を守っている。牧畜が盛んで、家畜は地方によって、牛が主であったり、羊やヤギが主であったりする。 馬を飼うことが定着しているのもヤムナ文化の特徴で、馬の骨は、集落でも、墓地でも発見され、校舎では、馬は、葬式の生贄にされたものと見られる。北部の森林地帯や谷では、牧畜よりも、むしろ農耕が盛んで、墓地では、カラスキも見つかっている。乗馬用の馬、家族を運ぶための牛車、開けた草原での飼育に適した種類の家畜。 ラクダやサイガをはじめとするステップ地帯深部に生息する動物の骨、ステップ地帯深部でよく見られる類の家族墓地といった発見物からやむな文化が反遊牧式の牧畜の最初期の文化の一つだという主張もある。オーロックス、アカシカ、サイガ、オナガー、イノシシ、アナグマ、カワウソ、オオカミ、キツネ、コサックギツネ、ノウサギ、ビーバーを狩り、 魚と陸亀を取っていた。何万もの墓所が見つかっている。縦孔のような穴を掘って、墓とし木や石で作った厚い天板で覆われていたものと見られる。人をかたどった墓石が使われて、天板の代用としていたと思われる地方もある。遺体は膝を立てた状態で寝かされており、仰向けのものは、ヤムナイ衣と呼ばれるが、横に寝かされたものもある。頭は、 東か北東に向けられていることが多く、特にこの文化の早々期ではこの傾向が顕著遺体は、オードで覆われているが、オードで完全に、浸された状態となっているものもある。そのためこの文化はしばしば、オード母文化とも呼ばれる。墓所には、クルガンが築かれて、墓の最初の主が埋葬されるが、そこに他の遺体を、さらに埋葬するか、 そのクルガンを増築することによって、大きなクルガンとし、そこへ、新たな遺体を埋葬していく方式をとっている。陶器、石器、斧、槍の穂先、探検、数の製の打棒、銅製品などの副葬品が見つかっている。牛、羊、ヤギなどの動物の骨も、墓所で見つかっている。大規模なクルガンを築く風習から、この社会は古代インドのものと、 同じく僧侶、戦士、家畜飼育者の3つの階級に分かれていたと推測されていたが、実際はそこまで明確な階級文化が進んでいたことを示す証拠は見つかっていない。ヤムナ文化の起源は、ボルガ川中流域のクバリンスク文化と、ドニエプル川中流域のスレドニストグ文化にあると見られている。乗馬用の馬と、家族移動用の牛車とから、 移動は大変容易であったと推測され、広大な地域にヤムナ文化が広まったのはこのためであると考えられている。ヤムナ文化の様式の墓地は、東方においては、ウラル山脈の登録でも発見されることから、アルタイ山脈やエニセ川の地域に存在したアファナシェボ文化の由来が、ヤムナ文化やその周辺のヨーロッパステップ地帯の諸文化にある可能性も否定できない。 また西方においては、ルーマニア、ブルガリア、セルビア、ハンガリーにまたがるドナウ川川口地域の一帯に広がっている。このように広大な範囲にまたがっていること、変炎が常に大きく変動していること、馬や車といった生活文化様式から、ヤムナ文化こそ、インドヨーロッパ語族の初期の中核的文化の一つであったという推測は広く認められている。 インドヨーロッパ語族の起源を扱うとき、前提となっている時代や、地理的範囲には人によって大きなばらつきがあるため、インドヨーロッパ語族の定義そのものについて議論がある。一応クルガン仮説の扱う時代や、地理的範囲を基準とすると、ヤムナ文化は、インドヨーロッパ祖語第4期の文化であると捉えられる。ため、この文化は、ヨーロッパを含むインドヨーロッパ語族の多くの文化の、 起源ではあるものの、インドヨーロッパ語族のすべての文化の起源とは言えないことになる。クルガン仮説に否定的な研究者は、ヤムナ文化は、インドイラン語派の起源であると考えている。しかし、ヤムナ文化は、西方では、横穴バカ文化、東方では、ポルタフカ文化及びそれに次いで、スルプナ文化に受け継がれ。 これらの文化はおそらく東方の進化した文化やアバシェボ文化などからの影響を強く受けながら、西方の横穴墓文化にとって変わって、縄目分土器文化や球状アンフォラ文化との接触地帯で、その地におけるこれら二つの文化の担い手に文化的、言語的影響を及ぼし、そのあたりでベログルードフ文化が発生。 都市地ニエツ文化を経て、いわゆる農耕スキタイとして、有名なチェルノレス文化へと発展していく。このことは、本来は、ケントム語で、かつ、ナワメ文ド器文化や球場アンフォラ文化を、基礎としていたと推測される、スラブ語派やバルト語派の祖語が、東方のインドイラン語派の言語的影響を受けてさて、無語へと変化していった経緯を示唆している。ここでは、ヤムナ文化は、 インドイラン語派の文化ではあるがその語派の起源ということではなく中央アジアのステップ地帯で政治的な力をつけたインドイラン語派の担い手の集団が次々と西方へ進出して落ち着いた先である東ヨーロッパのステップ地帯に広く発展したステップ文化であるということになるここではクルガン仮説の問題点とされていたものは解消され球場アンフォラ文化ともに ヤムナ文化が、後期インドヨーロッパ祖語時代の、ヨーロッパにおける中核的文化であったという、広く定着している認識に矛盾は生じない。ヤムナ文化の人骨からは、陰王五族系民族に高頻度なハプログループある1ビットが91.5%の、高頻度で検出されている。もともと球場アンフォラ文化は、スラブバルトゲルマンの3つの5派の、 後期インドヨーロッパ祖語時代における基礎文化であったと考えられる。この祖語はインドヨーロッパ祖語の北西方言で現在でも3つの語派に共通する文法的特徴にその名残が見られる。この祖語はこの記事で扱っている時代にはまだ共通祖語だった可能性があり、あるいはすでにある程度それぞれに分化していた可能性もある。 九条アンフォラ文化がその西隣と東隣にあったヒンドヨーロッパ語族の文化圏に影響し、その結果中央ヨーロッパから東ヨーロッパにかけての広大な地域に縄目分土器文化が形成されていく。スラブソゴとバルトソゴ、内し学説によってはバルトスラブソゴ。ただし後者であってもこの時代にはすでにスラブソゴとバルトソゴに文化していたことも考え得る。 おそらく、ヤムナ文化は、イラン語派の系統の遊牧民が優勢な文化であったろうと推測される。エウペジア、JP、マラリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥーヨーロピアン・カルチャー、フィッツロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997。ありがとうございます。